平井宏です。緊急事態です。緊急事態宣言。緊急事態宣言。何が緊急かっていうと、うん、動画が全然伝わってない、うん、伝わってない。内容は伝わってる。お、何が伝わってる。平井宏明のワンナップゴルフ。もうドワイドワイ、うん、もうね、うん、ここにあるぬいぐるみをね、うん、ぶっ飛んじゃうぐらいビンタしてって言うじゃん、うん、それぐらいやってって俺言ってるとする、うん、これぐらいどうしたんだっていう感じ。あ、そう、うん、例えばそれがね、いろいろあるの、うん、例えば最近で言ってるショルダーターンとか、うん、背屈とか、うん、推しとか、うん、1から8の内容とか、うん、そういうのをやってます、うん、もう動画見てきました。お、大丈夫です。おできてない、うん、だからその心境としてはこれぐらいでいいのかなとか、うん、いや、やりすぎたらさすがにダメだろう、うん、なのか、うんうん、どういう、こう気持ちなのかわからないけど、とにかく動画じゃもちろん伝わらないんだよね。それは徹君と俺も言ってるんだから、うん、度合いは伝わらない、うん、強さは、ね、うん、だけどもっともっとあと3倍やっていい皆さん。お、うん、ね、今日の人もね、うん、18倍あとやっていいですよ、押してくださいってとりあえずでもそれ1から8をやっていこうか。じゃあそうだね、まず1個、うんうん、先に言っとくと、うん、皆さんやろうとしてるのは伝わってくんだ。そうで、その1から8も知ってるし、うん、内容も知ってるし、うん、ちゃんとやってきてる。あ、だけどやれてない、できてない、はい、うん、っていう方が多い。多い。何が1から8でできてないか、うん、これできてるね。できてる。今の1ね、うん、次に、うん、あ、ちょっと怪しくなってきた。うん。ね。うん。右出たよね。うん。今の2ね。うん。あれ？強くなっちゃった。強くなっちゃったよ。強くなっちゃった。3なくて今4か5ぐらいはなったよね。本当は次4ね。うん。はい、気持ち。もうだからバラバラじゃん。そうだね。あ、で、1を大きくできてないでしょ。うんうんうん。もう、今、4つ、1、2、3、4って言ったら、4つスイングができてるじゃん。うんうん。全部違うスイングでしょ。うん。これ、これ、こういうこと。ああ。だから、2に上がっていいのは、1ができた人だけですよ。そうそうそう。そう、だから今の人ってさ、ずっと1なんだけど。そうだね。そう。2ができないから。だから2は知らないはずなの、本当は。ああ。そういうことなんだ。1ができてないのに2に行ってるから2がうまくいかない、うん、当たり前のこと、うん、それ、うん、例えば来る人で、あ、例えば僕がさ、うん、どんな感じで、いや3まではできるんですって言ってくる、うん、まあそんな感じだし、うん、あの1から8やってますよ、うん、みたいな、うん、あ、じゃあちょっと見せてくださいって、うん、で、できるんだったら、うん、じゃあ2、3まあ、行って4ぐらいの感じで打ってください、うん、最初、うん。アップテンポ、うん。で、まあ、4、5球は多めに見ますよ。うん、で5、6球目から、まあ、動いてきたから、うん、まあ、普通に打てるから。じゃあ、3、4ぐらいで打ってみてください。うん、こういう感じ。もう、さ、ちゃんとやってない。あ、うん、だから例えば4のスイング、うん、こういう感じで、うん、しっかり止まってしっかり止まるわけじゃん、うんうん、見てるか。そういうもうほんと要所要所のところがちゃんとできてないから、うん、ちゃんとした結果が出ない、うん、で、8っていうのが
じゃあ7までできました、うん、でじゃあ8です次、うん、8ってさ、こうじゃないよね。じゃない。じゃないよね。じゃない。どちらかというと、今内緒とかだったとしたって90だよね、今の。そうだね。うん。8ってさ、うん、こういうことよね。常識内のフルショットってことだよ。そう。ワンナップゴルフ流で言うと、何もしないでフィニッシュのバランスが取れる、まあ最大限のスピード、もう一番限界のスピードで、ね、振ることじゃない。こうやってやって、こうやってやった、うん。そう。あれが8じゃない。でも、こうやってない。もう、だから、12。超えてんだよ。そうだよ、超えちゃってるんだよ。そう。そういう感じ。だから、なんだろう、もちろんあの動画でね、じゃあ1から8って言ってる動画ってワンナップゴルフだけだと思うの。だからもう知名度もないし、そのちゃんとした説明ができてるかどうかもわからないからしょうがないんだけど、だけどニュアンス的には分かっていただけてるとは思うんだよね、うん、でやっぱりちゃんと打てる人っていうのは1から8はめんどくさいわけよ、時間もかかるし、だからそういうのでなかなかねちゃんとできてないって方もいるから、だからやるんだったらちゃんとやった方がいいし、中途半端にやるんだったらやらない方がいい、他の方法でノンショットが出る方法を見つけていただいた方がいいし、それはうちのチャンネルじゃないかもしれないから、だから俺はそれをやって確実に 100% 上手くなってきたネタだから言わなくていいんだけど、知っていただきたいがために動画でね、伝えをした、だけどそれを中途半端にやってうまくいかないって言うんだったらやらないでもらいたいわけ、それぐらい大事なものだから、そういう内容です、この1から8っていうのは。だからフェイス面が意識できて、要は1の時にこのフェイス面がこうやって意識できて、この感じをできなかったらずっとこれでやるしかないのよ、こうやってあそこに飛ばすしかない、そう、同じようなスピードで同じ回転量で同じスイングがずっとやっぱりできなきゃダメなんだ、面白くなかったらドライバーでもいいのよ、ドライバーで1をやってあげたっていいし、こうやって全然あんなんでいいの。それをしっかりここまでピッと回転で T の字を意識して、こうやってこういう回転で打ってあげることがすごい大事で、一回どんな感じか1やってあげればずっと5球10球つまんない動画になっけど、この先。いやでもやるね、大事だから、こういう感じでやるんですよっていうの、淡々とさ、スタンスはね、肩幅よりちょっと狭いか、まあ肩幅ぐらいかな、でもちろんクラブの移動が少ないんで、ベタ足とか意識しなくたって多分ベタ足になると思う、ボールとの距離は普通の7番アイアンと同じ距離、これ今7番アイアンで、1ちゃんと見るんだね、最後まで。見る。ね、めっちゃ緊張した。そういうことだよね。あ、緊張しないとね。そう、めっちゃ緊張した。本当に。それぐらい緊張する、あれって。なんかちゃんと打つときみたいにこうやって踊りそるんだね。そうよ、そのままブルーショット打てるから。
そうだよね。そう。なんかいつも打つみたいに。そう。そう。足踏みするから。こうじゃないってことね。そうだね。そう。ちゃんとなんか、打つのかなみたいな感じで、そうやってやるね。これかよ、みたいな。ね。そう。だってその、全部やるんだ。そう。ちゃんと一個一個丁寧にっていうか。そう。スイングの大きさがただちっちゃくなっただけだから。全部動作も一緒。ルーティン。ね。うん。今の感じで。めっちゃ大事。うん。だから、こうやってやってフィニッシュ。ちゃんとボール見てる。そっか。そう。ここまで行ってないだけです。行ってないです。ここでちゃんとやってるから。それもちゃんとやってる。そこまで再現するから。そうか。そう。そうそう。だからすっげえ大事なの。だから、ちっちゃいからって舐めちゃダメなの。そうだね。そう。1は1だから。そういうことか。あ、そこ。認識の違いかな、もしかして。0.9 でもダメだから。ああ。そう。絶対に1だから。そう。スタートだからね。そう。あれが、できてなかったら、絶対ダメだ。すげえ大事よ、あれって。こうやって。で、ポイントもあんまないんだけど、うん、やっぱり、ここが視点で、ヘッドが一番動いてる、意識。うん、あれでも、こうじゃないし。こうでもないし、うん、ちゃんと、こうだからね。ちゃんとこうなってるから。はいはいはい。そう。それに、要は T 字を意識してるし、うん、左脇締めてるし、ずっと背屈だし、こうやって伸ばしてるし。それはいつもと同じなんだ、1でも。そう、全部一緒。だから本当にフルショットでしたから。そういうことか、1だからって、どっかを緩めてたりはしないわけ。しない。省略してないから。全部一緒。本当にあのままフルショット打てんのか。そんなの、うん、それは俺も初めて知った。その、ちゃんと1なのに、左脇締めて、なんだ。めっちゃある。めっちゃある。左脇、左グリップっていうのは、例えばね、左脇、左グリップ、今締めてるのね、うん。結構強めに締めてる。うん、今の左グリップと左脇の締め感と、うん、この締め感一緒だから。そう、だからよくね、7番で、じゃあフルショット160いきますって言って、145を打たなきゃいけない7番で、うんうんうん。その時に左脇と左グリップ緩めるから右手の。なるほど。そこは1ヤードでも160ヤードでも変わらないから。打つ動作じゃないんだから、それは。締めとく動作に変化はないから。ってことは、うん、今の1でも、うん、めっちゃ戻そうとしてるってこと？正解。そうだよね。めっちゃ戻すよ。めっちゃくちゃ戻すから。すげえ戻す。すげえ戻す。あれ、戻さないとあれでも振り遅れちゃったじゃん。全然戻さないで打ってみようか。おう、あ、やっぱ右に出んだね。ね、こう感じるから圧を。あ、やっぱりこう感じる。これ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 、そうそうそう。これこれこれ、そう、そう感じるから。こう感じるから。こうやって。あ、その時にちゃんと、こうやって。戻してあげないと、そうなっちゃうんだ。そう。あんなスピードでも、あんな、振る度合いでも、圧は感じるし、圧は感じるから振り遅れる。感じてるから圧を。ああ、でもそっちに来てるってことね。そうそうそう。だから、戻さなきゃ戻んない。あの、力って舐めてたらダメなんだ、ダメ。はい。そう。あの、中でも、ちゃんと戻さないと、戻せない。そこら辺じゃない？俺だって、そう思ってなかったもん。だから、1だから、うん、まあ戻るだろうだったら、右、そうそうそう、右行っちゃう。そう、それ。そのスピードだから、遅れないでちょっと思っちゃう。逆にね、8の方が戻るからね。え？またそういう意味深なこと言うね。こうやって。
戻しやすいから。そうなの？そう、お助けがあるから。スピードっていう、あ、遠心力、外にかかる圧よりも、うん、自分のスピードを勝たせてあげられれば、うんうん、簡単に返せる。ダンプと一緒で一回帰り始めたら相当帰るから。あ、そうなんだ。そうだけど1はそれができないじゃない、乗らないからスピードに。そうだね。そう、ただ全自力だから。そういうことか。そう、まあそれは人の感じ方もあるだろうけど、うんうん、俺はそう感じる、うんうんうん、そう。これでもすごいいい動画だった。ワンナップゴルフは切り取って寄せ集めしないんで、うん、もう一回の力あっちを今取り直しました。一緒にもう一回見てもらおう。そういう意識で見てね。確かに。だから1から8前編後編あるじゃない、うん、あるある。これはそのもう3本目だよね。そうだね、うん、あの1本と2本前編後編見た後にこれを見ていただければ、うん、エクストラ。なるほどと。そうだね、エクストラだね。そうだね、いいっすよ。でも1から8できるの70代出ちゃうんでしょ。全然出る。この3本を見るだけで70度出ちゃうんだ。出る出る。やばい。あの、1から8できた頃に出てる。うん、出てる出てる。すでに。あ、全然出ちゃってる。それぐらいすごく重要だし、外さないネタ。あ、うん、これは。絶対やってるからね、みんな。そう。本気でできない人いないからね、プロって。ちょっとチェックポイントをね、うん、もう一回チェックしてほしい。いろいろ。だから、その、ご自身のチェックポイントは何ですかっていうことに答えられなかったらダメなわけ。チェックしてないからね、うん、何をチェックしてるのか。だからさっき序盤で平井がチェックしてることがあったりと、うん、左脇締めたりとか、ああいうのと一致してたら、うん、多分内ショット出る確率は高くなると思う、うんうん、だから1から8の進み度合いが早いと思う、うんうん、だからそれを意識して1から8をもう一回半年1年かかってもいいっていう人は特にやっていただいた方がいいです。うん、それだけで変わります。ぜひ意識して練習してみてください。気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですねミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。